マジで泣きそうになるぐらい恐ろしかった。どうも、岡はじめです。今回は紹介動画になります。今回私が取り上げる作品はこちら、地獄が呼んでいる。こちら、まあ、先週金曜日からネットフリックスにて配信された話題の新作ドラマでございます。もうね、イカゲームなんて比にならないくらいエグい作品来ました。まずはね、ちょっとあらすじからお話ししていきたいんですけども、舞台は韓国。ある日、謎の黒い怪物3体がですね、男性を襲撃し、殺害してしまうという衝撃的な映像がネット上に拡散します。この黒いハルクのような怪物はですね、ターゲットにした人間をボコボコにリンチし、白い光線によって焼き殺すという、まあ残酷なやつなんですよ。しかも殺害後怪物はすぐに消えていくと。果たして彼らは何者なのか。この不可解な現象によって国中が大混乱になる中、チョン・ジンスという男が登場します。ジンスはですね、新真理教という宗教団体のリーダーでございます。彼は集会に集まった信者たちに対し、この一連の事件は神が罪を犯した人間を地獄送りにしているんだ。神の意図は正義感を持って生きろというメッセージであると。まあ、信者たちに説くんです。実はジンス、こういった活動を何年も前から行っているんですよ。というのも、この一連の超常現象も前々からあったんです。ただその現象が動画で拡散されるようになり、最近になってやっと国中で話題になってしまっているんですよね。このジンス議長を率いる新真理教はですね、その影響で急激に信者数を増加していきます。その中にはこのチョン・ジンスに対し強く盲信しすぎる矢尻と呼ばれる若者グループもいるんです。この矢尻はですね、正義を武器にこの新真理教を否定するものであったり、善果者を見つけ次第リンチしてしまうという非常に過激なグループでございます。どんどんと社会が混沌とした世界になっていくんですね。そんな中、二人の重要人物が登場します。このドラマの主役と言っていい二人です。一人はこの一連の超常現象を捜査する刑事ギョンフン。彼は捜査の中で新真理教のリーダーであるジンスに話を聞きに行ったりもするんですけども、最初はね、このギョンフン、ジンスのことを、まあ、インチキ宗教家ぐらいにしか思っていなかったんですよ。はいはいはい、最近話題のあれでしょ、なんかもう新興宗教でしょ、みたいにしか思ってなかったんです。しかし彼を突き動かす大きな問題が出てくるんです。ギョンフンには娘がいるんですけども、なんとこの娘がですね、新真理教の集会にいたんです。ギョンフンがジンスの元へ話を聞きに行った際に、たまたま娘がその場に居合わせたんですよ。そこで発覚したんです。それに対して、まあギョンフンはちょっと、もう驚愕してしまうんですけど、一応その場ではジンスもね、いや娘さんはボランティアで参加してるだけですよとか、まあ娘もね、お父さん心配しないでお手伝いしてるだけだからとか言っているんですけども、そのことによってですね、まあだんだんとギョンフンは不安を募らせていくんです。果たしてこの二人の運命はどうなってしまうのか。そしてもう一人の重要キャラクターが弁護士のミン・ヘジンです。彼女は過激グループ矢尻によって被害を受けた人たちを守る立場として登場します。また一連の現象は単なる超常現象でしかないとこのミンヘジンは思っています。そんな彼女のもとに一人のシングルマザーが訪れてくるんですね。このシングルマザーはですね、なんと数日前にある超常現象を目撃してしまったんですよ。彼女が二人の子供といる時にいきなり目の前にですね、白い怪物が現れるんです。こうやって顔だけ出してね。彼女はその怪物に、お前は5日後の15時に死ぬと宣告されてしまいます。絶望と恐怖で震えが止まらないシングルマザーパク・ジョンジャはですね、弁護士ミン・ヘジンのもとへある相談をしに向かいます。さらに、新真理教のリーダージンスのもとへも相談へ向かいます。果たして彼女はどうなってしまうのか。怪物の正体とは、暴走した正義はどこに行き着くのかという物語でございます。監督を務めるのは、あの傑作パニック映画、新幹線を手掛けたヨン・サンホでございます。全6話構成のね、ドラマとなっているので、まあ非常に見やすい作品ですよ。作風としては、デスノート、あとは20世紀少年、着信ありの、まあ要素を詰め込んだかのような、まあ内容ですね。ヨン・サンホ版の、罪と罰ですよ。いやね、これが本当にね、もう不条理にバイオレンスにアクションとね、もう最近の韓国映画ドラマの特徴を全部詰めた、もうとんでもなくえげつない作品ですね。
物語は新真理教信者と信者たちに被害を受けた人たちの戦いを中心とした、まあ、群像劇なんですけども、まあ、終始誰を信じていいかわからない人間模様が続いていきます。そこが本作の見どころであり、好き嫌いが分かれるところです。例えば、まあこの超常現象を追う、まあ警察もですね、まあ一枚岩じゃないんですよ。その中には、新真理教に盲信する警察官もいるわけなので、もう本当に誰を信じていいか分からない。その疑念と怪物への恐怖心が常につきまとってくるドラマです。だから見ててきついのよ、本当に。もう超ド S 作品。あとこの作品は罪人の人権問題であったり、罪とは、どこからが罪なの？どこからが罪じゃないの？正義とは何かね？みたいな哲学的なテーマ性も持っている作品です。さらにその一つの現象から社会が大きくおかしな方向に傾いていく展開というのは、まあ社会風刺的な側面も持っています。この哲学的なテーマ性と、この社会風刺的な側面という、この重層感に包まれた SF、まあオカルト作品。なので、まあ非現実的な作品ではあるんですけども、その何層にもわたるレイヤーのおかげで、すごく現実味を持たせた内容に感じさせてくれます。全然日本でもこんな展開ありますせと。また見どころの一つである、まあ、怪物なんですけども、まだね、本作を見てない方は、もうぜひともね、第1話冒頭だけでも見てください。震え上がりますよ。昔、ポンジュノ監督のグエムルっていう作品があって、あの作品も謎の怪物が暴れ回るっていう作品でしたけども、あんなもんね、ただの雑魚。今回の黒い怪物は、あんなもんじゃないから、もう災害。もうとんでもなく恐ろしいから。で、しかもね、この怪物の謎を紐解いていくドラマの終盤の展開というのも、これまたむちゃくちゃ面白いから。まだこのドラマをね、鑑賞していない方はね、このネットフリックスドラマランキング1位を記録した作品なので、もうぜひともチェックして見ていただけたらなというふうに思います。最後に少しだけネタバレありでお話しします。クリフハンガー的に終わりましたね。なんかアフターコロナの社会とすごい重ねて見ることができる終わり方をしたなという印象を受けました。またちょっとアベンジャーズエンドゲーム後の世界ですよ。衝撃度だけに止まらず、ちゃんとそこもね、現実社会と引っ掛けてくるところは、まあやっぱりうまいなっていうふうに思いますよね。まあ残された謎としては、行糞の、まあ、行方、あとは怪物の正体、そしてなぜ赤ちゃんは生き残ったのか、あとなぜあのシングルマザーは戻ったのか。まあかなり多くの謎を残したまま終わりましたけども、僕の中で一番不思議だったのは、あのシングルマザー、まあ戻ってきたじゃないですか。でも、それ以前に殺されてしまった人たちもいるわけですよね。その人たちは戻ってきてないんですよ。その違いも気になりますよね。ってことは、全員が全員戻ってこれるわけじゃないってことですもんね。だってあれは。果たしてシーズン2ではどういった展開が待ち受けているのかっていうところなんですけども、僕が予想する展開としては、これまで自分たちの教義から外れた人間を差別してきた信者たちが、逆にシーズン2ではですね、差別される側に立場が変わるんじゃないかなというふうに思いますね。なので今度は視点を変えて、罪人の人権問題をテーマに描いていくんじゃないかなというふうにまあ予想してます。いや、ちょっとね、早く見たいですよね。まあ6話っていう非常に見やすい作品だったので、まあそこもすごく良かったですね。あ、これが10話とか続いたら、ちょっと精神的にきついものがあったんですけど、6話で終わったっていうところのね、この短さも良かったのかなというふうに思いますね。ちょっと短いネタバレあり感想になりましたけども、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。本日は地獄が呼んでいるの紹介動画でございました。よかったらあなたの感想もコメント欄にお聞かせください。この動画が面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。